注目です。高層ビルでいうと先ほどからも呼びかけているんですが、はい、まずエレベーターが止まっているという恐れがありますね。はい、エレベーター、やはりこれぐらいの揺れになりますと安全のためその多くで連邦はやなけた人形は東京を比べ連邦4か8本かがびな脆弱さが浮き彫りとなったさらなる問題点も見えてきました。川口駅上空には橋本カメラマンがいます。橋本さん。はい、現在埼玉、千葉、神奈川、遠東京、ヤンポユン、ソブランラカスのカニラ、ナラナサンリンドルカガビ、多くの通勤客でしょうか、長蛇の列ができております。クマキキタニアンダミプンタオディバ、アヤアナコ。現在、京浜東北線は大幅に遅延している状況です。国民党カシエリアタアム、カニ電車。こちら、通勤客の時間に影響が出そうです。通勤客は長時間で、比べの長時間並んでおりますので疲労の表情も見受けられます。比べこちらからは以上です。渡辺さんありがとうございました。橋本さんありがとうございました。タナマンポサチーバ市原市の養老川水管橋に来ています。養老川にかかるこの橋の送水管が破損したことでピーク時にはこの橋に水がかかるほどの勢いで吹き出していました。千葉県の水道局によりますと午前2時過ぎにこの漏水を止めるための作業を始め、午前4時過ぎには作業が終了したということです。ただ送水元のバルブを閉めたことで、残っていた水が漏れている状況となっています。今回のこの破損の